お願いいたします。はい、キリト役の松岡優作です。僕はもう泣きました。最高でした。もう僕はもう魂の色が水色になりましたね。今水色なんだ、はい、グレーから水色になりました。グレーだったんですね。グレーでした、まあ、アニマで必ず泣くってのよくねおっしゃってましたけどね。いや本当です、もう本当やばいっす。もうはい、ありがとうございました。いや、まだ終わってないっす。全然終わってないっす。これからです。これからなんで、ありがとうございます。さあ、それでは続きましてトマツさんお願いします。はい、皆さんこんにちは。そして配信をご覧の皆さんこんにちは。アスナ役のトマツハルカです。袖から、つぐつぐが泣いているのをここ3人は爆笑しながら見てたんですけど、すごい見たことない顔してるって言いながら ねちょうどその時の岡岡くんの顔がちょうどライトで照らされて、うん、なんかドラマチックにすごい、そう、美しい。なんかこうレオナさんを育てたプロデューサーみたいな顔になって、なんかもう環境が大きくなったなみたいな。でもね、その後あのマイク持たないで登壇してたんで、佐藤さんマイクもう俺行くぞみたいになって、まだムービーもあるしみたいなのね。しかも光見すぎて、あの一瞬何かどこにあるか分かんなくなって目つぶしされちゃった。そう、気をつけて階段があるからっていうのでね。いや、もう今日も安定のソードアートのステージだなっていうのを感じておりますので、今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。では続きまして茅野さんお願いします。はい、来ていただいた皆様、配信をご覧の皆様、アリス役の茅野愛です。なんかもう楽しい時間になる予感しかないです。はい、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。そして SAO のイベントステージ久しぶりじゃないですかね。あの島崎さんお願いします。あ、言われてみれば、はい、そうですかね。何ぶり、いや、な、何ぶりだ。あのアリステーションの放送終了後にアフターウォーがあったんですけど、 あれぶりですかぐらいじゃないですか、ひょっとすると。なんかずっとあの川原歴チャンネルにお邪魔してるから、なんかずっと SAO と関わってるんで、はいはい、で収録もね SAO っていろんなやつがあるので、はい、なんだろう、 SAO ってあんま離れてる気しないんですよ。なんかずっと一緒に歩んでるような、僕はね途中から入った人間ですけど、なんかずっと歩んできたような気がしてる作品で、はい、でなんかいろいろ話そうと思ってたんですけどもね、余裕が泣いてる話で全部ねいやなんかよかったよ。なんかちょっとジーンときたもん。なんか積み重ねを感じた、うん、そう本当にね、うん、うん、また泣きそうになって。いやもう思い出すとやばいですから。そうね、いや、はい、今日ももう言うまでもないかもしれませんけど、楽しい時間を過ごしましょう。よろしくお願いします。